2回の表、慶応義塾大学は7番の青山から始まります。ショートゴロ、待って取ります。ワンアウトを取りました。松本浩一郎がさばいています。1番長崎、初球空振り。2球目を打ち上げました。ライトフライ、ライトの斉藤落下点、ツーアウトです。低めいっぱい、ストレート見逃し三振です。1回は大きなピンチを背負った丸山ですが、この2回は慶応義塾の下位打線を三者凡退に抑えました。2回の表終わりました。0対0です。この2回、4番の岡崎が一つ道を切り開くんでしょうか。2回の裏の先頭バッターです。豪快なスイング、ファールです。ラッキーカラーが赤なんだそうです。強い当たり、ライナー性の打球、センター前に抜けていきました。立教大学のチーム初ヒット、4番岡崎のバットから生まれています。ノーアウトランナーが一塁。空振りです。ワンストライクノーボール。一塁ランナースタート、打ちました。ショート正面、ショートバウンド、よく取りましたが二塁は無理。淵上から一塁、高尾にボールが渡って、ワンアウトランナーが二塁になりました。ショートバウンド、難しいバウンドになりましたが、ショートの淵上、さすがの堅実な守備を見せています。この春のキャンプで一気に打撃の力が開花しました。バッターボックスの長谷川、初球打ち、打ち上げましたがファールです。インコースのまっすぐ振り抜いた、高々と上がった白球がレフトスタンドに消えました。6番長谷川、先制のツーランホームラン。現在リーグトップの防御率、福谷を打ち砕くレフトスタンドへのツーランホームランです。インコースのストレート、ものの見事に振り抜きました。今日は先制点は立教です。今日は立教が2回の裏2点を先制しています。大林も続く、レフト前に落とします。ヒット、ワンアウトランナーが一塁です。パワーがあります大林、ここは逆方向へのヒットを放ちました。このまっすぐは伸びがあります。叩きつけた、サードゴロ、二塁は無理です。松尾が一塁に送球して、アウトカウントが一つ増えました。ランナーは二塁に進んでいます。ここもアウトコースいっぱいのストレートで打ち取りました。ファーストフェンスの近いところでしたが、高尾が掴んでいます。3アウト。しかしこの2回の裏、福谷の自信のあるストレート、立教大学6番長谷川、レフトスタンドまで運び切りました。今日は立教大学が2点を先制しています。2球目の変化球を打ち上げました。ショートフライです。ショートの松本、ワンアウト。ことがありますと、東大を除く5チームが勝ち点2で並ぶということになります。丸山、この試合2つ目のフォアボールを与えました。淵上は今は3番を打っていますが、
もともと器用なバッティングができる選手です。初球打ちサードの頭の上越えた、レフト前ヒット、一塁ランナーは二塁で止まっています。ワンアウトランナーが二塁一塁になりました。そしてバッターボックスには3年生4番の伊藤。第1打席先制のチャンスで凡退した。ここでその分取り戻せるか。やや真ん中甘く入ってきたボール、ライト前に持っていく。二塁ランナー湯本がホームに帰ってくる。そしてこれはホームインはホームインです。ただランナーが二塁ベース上2人います。ここで伊藤にタッチしてアウト。なおも2アウトランナー、同点のランナーは二塁に残りました。バッターボックス5番の松尾です。タイミングが合いませんでした。キャッチャー前田裕樹が掴んで3アウト。同点のランナーは許さなかった立教大学。ただ慶応義塾大学はこの回4番伊藤にタイムリーヒットが生まれました。取られた直後にすぐに点差を詰めています。2対1、その差は1点です。不動のリードオフマンに成長した立教の松本。ここは何か大きな違いがあります。一二塁間抜けました。松本のヒットでノーアウトランナーが一塁。差を詰められればすぐさま突き放さんと立教大学。バントしてきました。ピッチャーの正面だ。一塁に送ります。ワンアウトランナーが二塁、送りバント成功です。バッターボックスは3番田中総一郎。快音響いた当たりが右中間、大きな当たりだ。右中間スタンドの中段まで届くか。大きな一発が出ました。立教大学田中、キャプテンの一振りで追加点。立教大学2本のツーランホームラン、4対1。慶応の福谷を打ち砕きました。しても大きなホームランでした田中総一郎。またもう一度キャプテンのバットで突き放した立教大学、その差が3点に広がっています。バッターボックスは4番の岡崎。キャプテンの1本に続けるか4番岡崎。変化球がはっきりと分かるボール球になりました。2ストライク3ボールです。勢いづくのは一塁側応援スタンド。その大きな声援を真正面に受けます右バッターの岡崎。これも大きな当たりだ。センターバックスクリーン飛び込みました。2者連続のホームラン。3番田中、4番岡崎、立教打線がパワーで慶応を圧倒。5対1になりました。岡崎はこれでリーグ戦早くも3本目のホームラン。湧き上がる一塁側ベンチ、前田の当たりも高く上がりましたが、これはセンター青山の守備範囲です。ツーアウトになりました。今日は第1打席でツーランホームラン。ここは変化球に空振り三振です。立教大学は2本のホームラン、3番キャプテン田中、4番岡崎。打線の軸となる2人の連続ホームランで3点追加、5対1になった。